ハリオ送信書1号棟より2号3号棟を望む。ハリオ送信書の前景。左から2号棟、3号棟、1号棟。ハリオ送信書後の電波棟電信室半地下にある、電源室ハリオ送信書電波棟内部ハリオ送信書、電信室2014年5月撮影電波棟の配置。左上が1号棟、右上が2号棟、下中央が3号棟。 三棟の中心が送信所電信室。別角度より望む。上中央が1号棟、右下が2号棟、左下が3号棟。三棟の周回には円周道路が付設されている。ハリオ送信所は長崎県佐世保市のハリオ棟にある海上保安庁の無線送信所である。敷地内にある巨大な三本のコンクリート製の電波塔は大正時代に建てられた。 自立式電波塔としては、古さ日本一である。また、第二次世界大戦以前から立つ現存する塔としては、日本一の高さである。旧ソセボム宣伝新書施設の名称で、国の重要文化財に指定されている。ハリオ送信書の象徴である、電波塔の高さはいずれも136メートルで、基部の直径は約12メートル、厚さは76センチメートル。 三本の配置は約300メートル間隔の正三角形となっている。1922年の完成から1954年に名古屋テレビ塔が完成するまでの約32年間、日本一の高さを誇った。また、軍事利用を目的として建造された電波塔としては、2000年に防衛省市ヶ谷無線鉄塔が完成するまで日本一の高さであった。 2019年現在でも、長崎県で最も高い建造物であり、その姿は、遠方などからも確認できるほど壮大である。対岸にある再開橋からの眺望が知られていたが、2006年、新再開橋が開通し、これは、従来の国道202号よりも送信所側を通る、ため、よりその大きさがわかる。日本海軍佐世保陳フレーカの無線送信所として、 1918年11月に着工、1922年に完成した。総工費は当時で155万円という。竣工日は1号電波塔から順に4月30日、5月30日、7月31日。太平洋戦争回戦の暗号、新高山登れ1208を送信した電波塔として、 名前が挙げられることが多いが、この暗号を、真珠湾攻撃部隊に向けて送信したのは、千葉県船橋市の船橋送信所と、愛知県北海軍伊佐美村の伊佐美送信所である。ハリオ送信所は、終戦後しばらく米軍管理地となり、1948年から、第7艦区海上保安本部佐世保海上保安部が、所管し、海上自衛隊と共同で使用している。 ただし、ハリオ送信所の象徴であった巨大電波塔は、1997年に、後継の無線施設が完成したことにより、現在では、電波塔としての役割を終えている。ハリオ島内では他に、裏頭引上記念公園や、現在のハウステンボス、ハエノサキ駅近辺の慰霊碑などに、第二次世界大戦の傷跡が残っている。周囲は、や果樹園で囲まれ、現在は、 電波塔としては使用されておらず、地元の有志が塔を文化財として存続するため、日々活動している。最近、心ない人によって、ラッカースプレー塔で落書きされることがたびたび起きていて、問題になっている。築約90年たち、あと30から40年が寿命の限界と見られていたが、現在でも十分な耐震性を持つことを、佐世保市教育委員会が確認した。 そのため、佐世保市は、ハリオ無線闘一帯の公演化を目指し、海上保安庁と協議を始めた。海上保安庁側も、国の重要文化財指定に向けた動きが出れば、協力するとしていた。2009年には、ドーコミューも、ジャパン選定日本における、モダンムーブメントの建築に選定。2013年に、3期の無線島のほか電信室、油湖の2棟と付属の土地が、 国の重要文化財に指定された。将来的には一体に見学用通路や案内施設を整え、島内も見学できるようにする予定である。2013年3月より、ボランティアによる無線島の見学案内が行われている。見学時間は平日、土日ともに9時から16時。また、電信室を改装して2017年頃に資料館として公開する予定である。 また、当時の写真を佐世保市の海上自衛隊佐世保資料館で見ることができる。ありがとうございます。